届きまして、これは何かあんのかなと思って、まあ、こう読んではいたんですけども、まあ、意味が分からず、まあ、それはもうそのままになってて、まあ、ある時こう新聞の広告を見てたら、この新野先生の本が載っていて、で、まあ、もう元ヤクザの、まあ、牧師ってことで、すごい興味が湧いて、で本読んで、で行きたい、会いたいと思って、まあ、出所して、出所したらまあちょっと子供を引き取ることになりまして、まあ、今6歳双子なんですけども、もう育児全部一人でやらなくちゃいけない、仕事もやらなくちゃいけない、うん、もういっぱいいっぱいで、で、まあ、精神的な病気にもなってしまい、ちょっと対人恐怖症になってしまい、もう今もこう人前で話すと汗がかわいいよ、うん、でなかなか新野先生の教会に行けなくて、近くの教会があったんで、まあ、そこであの、まあ、洗礼、本当変わりたい、人生やり直したい、本当こんな自分がすごい嫌だったんで、まあ、洗礼を受けて、で、まあ、洗礼を受けたんですけども、その教会がやっぱり皆さん清く正しく美しくみたいな人たちばっかりでやっぱりこう前科者、まあ、刑務所入ってた人間、すごいなんか居心地が悪くなって、で決心してこう新野先生の教会に行くようになり、今日々本当いろんなことを助けてもらったり学んだりして、本当に今、はい、毎日がなんとなく楽しくなってきましたで本当この被災地の方に一度本当来たくて、今回まあ、あの今日あのデビュー戦なんでデビュー戦なんですね、はい、あのお手柔らかに、あの今終わったらたあの食べてください、はい、本当にこの機会、今日来れたことで皆さんに会えたこと本当に感謝して、まあ、何かできればいいかなと思うんですけども、まあ、なんかお手伝いできることがあれば言っていただければ、はい、やりますんで、はい、はい、ありがとう、素晴らしい